ジャパンエキスポの皆さんこんにちは、えー、原哲夫です、えー、今日は、えーえー、楽しみにフランスまでやってきました、えー、よろしくお願いしますあの先ほどあの見せてもらってやっぱり実際目の前で見てみるとあの面白いですねやっぱり皆さん派手で二章も派手で <laughs> はい、えー、でまあちょっとちらっとしか見てないんですけどもうちょっとじっくりゆっくり見てみたいですね。 はいあのー、そうですね、まあ、公に言える趣味は、えっと、漫画です <laughs>、あのーまあ。漫画が好きでもともと漫画家になってますんであの、僕の場合、仕事が遊びなんですよね、ええ、だから、まあ、遊びを命がけでやるっていうのが仕事につながってるっていうか、いう感じなんで、まあ、趣味と仕事が一緒になっちゃってますね。 ははい、いだから他の趣味はあんまないです。はい、そうですね、あのー、日本の,あの漫画をあのすごく愛していただいて、それで15年もね、でだんだん毎回毎回その盛り上がっていくみたいで、あのーまあ、僕らは本当、地球の反対側に近いぐらいのところでいて、あのあのすごく嬉しく思っています。 このまま盛り上がって続けていただけるとあのますます幸せだなと思いますけど、えっと、僕らの漫画を、えー、日本の漫画をもっとあの面白くしていきたいと思ってますんであのよろしくお願いします。